名古屋オーシャンズサテライトは日本の愛知県名古屋市をホームタウンとする日本フットサルリーグに加盟するフットサルクラブチーム名古屋オーシャンズの下部組織である名古屋オーシャンズへ育成した選手を送り出すべく2009年に設立された23歳以下の若手選手で構成される下部組織監督は若山慎太郎ホームアリーナは 名古屋市港区の武田手場オーシャンアリーナである。チーム名の由来は、オーシャンアリーナが名古屋港の近くにあることから、海を越え世界へ羽ばたいていきたいという意味が込められている。サテライトについては、かつて J リーグで若手育成のため行われていた J サテライトリーグが由来と思われる。ただし、J サテライトリーグでは、サテライトチームが明確に存在していたわけではないが、 こちらはプロであるトップチームとは明確に分けられたセカンドチーム、アマチュアチームである。設立者年度は所属する公式戦カテゴリーがなく、またイフリーグクラブ間でも下部組織の状況に違いがあったことから、月1回太陽薬品オーシャンアリーナで開催された下部組織交流戦のみが戦場であった。そのため、選手の多くは太陽薬品バンフ、名古屋に 選手登録し、愛知県リーグを戦っていた。2010年シーズンからは、太陽薬品バンフ名古屋と入れ替わる形で、愛知県、フットサルリーグ一部に参入した。年齢制限のある育成組織であることもあり、毎年のように昇格や対談等で主力が抜け、戦力が大きく入れ替わり続けているが、トップチームと同じ充実した設備や二部練習など、 フットサルに打ち込める環境に置かれることもあってか、わずか2シーズンで東海地域の最高峰一部リーグに昇格、全日本フットサル選手権3年連続出場、フットサル地域チャンピオンズリーグに2年連続出場と、東海地域の競技フットサルをリードする存在である。下部組織であるためトップチームに選手を送り込むことを目標としており、毎シーズン数名の選手がトップ昇格を果たしている。 また、名古屋オーシャンズのトップチームに昇格とならなかった選手以外にも他の F リーグチームに選手を送り出しており優秀な育成組織であると言える。2013から14シーズンから F リーグに特別指定選手枠が設けられ23歳以下の選手を5名までトップチームに登録したまま登録変更せずに別カテゴリーのチームの公式戦に出すことが可能となった。 そのため、トップ昇格した選手であっても23歳以下の選手で特別指定選手として登録されれば、東海リーグの試合に出場が可能となった。2013から14シーズンではこの制度を利用し、森修太、篠田良馬、神村聡志、斎藤孝一、猿、総伊佐夫、八木正人が、サテライトの東海リーグ公式戦に出場した。ありがとうございます。